羽生結弦さんを描いた田んぼアートが見頃を迎える仙台市出身のフィギュアスケーター、羽生結弦さんを色とりどりの稲で描いた田んぼアートが宮城県角田市で見頃を迎えています。この田んぼアートは地域活性化を目指して西根地区の住民団体が毎年手がけており、白や紫、黄色などの色とりどりの稲を使って美しい絵を描いています。 今年も2019年から続いている羽生ゆずるさんのデザインが採用され、古代米を使って羽生ゆずるさんと白い竜が見事に再現されています。田んぼアートの詳細と願いを込めた白い竜。住民団体によると、白い竜は古代中国で願望を成就させる象徴とされており、今回の田んぼアートには能登半島地震の被災地の早期復興を願う気持ちが込められています。 5000平方メートルの広大な水田には展望台が設けられ、訪れた人々は写真に収めながらゆっくりと眺めて楽しんでいます。地元住民の声と田んぼアートの魅力。角田市の50代の女性は、羽生結弦さんの躍動感が上手に表現されていて、すごく迫力がある田んぼアートでした。大好きなので毎年見に来ていますと話しています。 このように、多くの人々が羽生譲さんの魅力を再確認し、田んぼアートの美しさに感動しています。四季折々の変化を楽しむ。田んぼアートは、稲の成長と共に色合いが変化し、訪れるたびに異なる表情を見せます。9月いっぱいまで見られるこのアートは、訪れる人々に四季折々の自然の美しさを楽しませてくれます。地域の活性化と羽生譲の思い。 田んぼアートは、角田市の地域活性化の一環として2007年から始まりました。住民たちは、プロスケーターとして被災地に寄り添ってきた羽生結弦さんの思いを伝えるために、この美しいアートを毎年描き続けています。西根田んぼアートを楽しむ会の佐藤正智代表は、羽生結弦さんを中心としてプロになって力強い演技、被災地に寄り添ってきた羽生結弦さんの思いが届くようにと思っていますと語っています。 このアートは、10月の収穫まで楽しむことができ、訪れる人々に感動を与え続けます。田んぼアートへの期待と感謝。角田市の住民たちが描く羽生乳譲と白い竜の田んぼアートは、多くの人々に愛され、毎年多くの観光客を魅了しています。キーホルダーや稲わら飾りホルダーなどの関連商品も大人気で、地元への支援と感謝の気持ちが込められています。 田んぼアートは、フィギュアスケートの美しさと地域の復興への願いが融合した作品です。羽生ゆずさんの田んぼアートは、能登半島の復興を願うこのアートは、訪れる人々に深い感動と自然の美しさを伝え続けています。アートの力で地域を元気に、羽生ゆずさんの田んぼアートは、フィギュアスケートの美しさと地域の復興への願いが融合した作品です。 角田市の住民たちの努力と羽生結弦さんの思いが込められたこのアートは、訪れる人々に感動と希望を届け続けています。ぜひ、宮城県角田市に訪れて、羽生結弦さんと白い竜の田んぼアートを一目見てみてください。その美しさと感動は、きっと心に残ることでしょう。